石版画に描かれたリブリー・エマ・リブリーは、フランスのバレエダンサーである。本名は、エマ・マリー・エマ・ロといい、1842年に、パリで母セレスティーヌと、父・シャルルド・シャシロン・男爵の間に被着室師として、誕生した。母は、パリ・オペラ座のバレエダンサーで、リブリーも幼い時から、パリ・オペラ座、バレエ学校の著名な教師マダム、ドミニクの下でバレエを学んだ。 ジップの男爵は母子を見捨ててしまったが、母セレスティーヌは新たなパトロンのモンギヨンの援助を受け、その後ろ立てによって1858年、リブリーは15歳の時にラ・シルフィードのシルフ役で舞台デビューを果たした。その才能は広く認められ、彼女にバレリーナとしての名声をもたらした。モンギヨンは一世を風靡した名バレリーナ、マリー・タリオーニにリブリーを紹介した。 タリオーニはこの少女の才能に注目し、彼女の指導者となった。タリオーニはリブリーにパピオンを振り付けた。この作品はタリオーニの唯一の振り付け作品でもある。1862年11月15日、バレリーナとしての才能を開花させていた彼女に悲劇が襲った。新作オペラポルティーチの娘のドレスリハーサル中にガストの炎が衣装に燃え移り、 リブリーは大火傷を負ってしまった。リブリーは敗血症を起こしてしまい、8ヶ月後に死去した。モンギヨンが彼女の最後を見取った。リブリーはモンマルトル墓地に埋葬された。なお、彼女が事故時に着ていた衣装の一部がオペラ座の博物館に保管されているという。事故の起こった1862年頃には、すでに衣装などへの防火処理法が考案されていた。 しかし、多くのバレリーナは父が基んで見た目が見すぼらしくなるためにこの方法を拒んでいたという、ありがとうございます。